はい、皆さんこんにちは、榊淳です。6時半過ぎました。9月11日でございますね。金曜日、明日土曜日ですね。明日雨降るらしくて、いやいやわねえ、来とないんですけどね。やっぱり来て仕事をせなあかんのですよ、私は。はい、週刊誌系メディアってね、時々ギョッとするような記事が出ますよね。びっくりしたこれ。11日の7時、朝の7時ですね、週刊ポスト。最近なんかはあんまりお声かかりませんけどね、週刊ポスト。はい。安倍昭恵さん、アッキーですね。後継者不在の山口4区で出馬との情報も、ほんまかみたいな。最近のね、アッキーはね、旦那の看病みたいでね、首相官邸に足しげく出入りしてるっていう話が書いてありますね。でもいい加減ね、もう旦那が旦那が総理やからね、こう自分がその大麻解放運動とかでやるとすぐなんか怒られるでしょ。でだからね、なんか嫌なんですって。で、まあそんな話はいいんですけど、それは枕なんですけど、最近はね、出席も早く帰ってって言ってるんですけど、彼女は世の中の役に立ちたい気持ちが強い。それを満たすために今考えられるのが政治家になるという可能性。ちょっとやめた、やめてな、頼むわほんまに。あかんって。それは安倍首相の体調が今後も回復せず議員辞職となった場合、次の選挙に選挙出られない事情も考えられるが、今のところ安倍家の後継者は不在。安倍さん子供いませんもんね。で、安倍さんの甥っ子かなんかはですね、岸家を継いでますね。岸信夫さんという代議士がいますけど、で確かにお兄さんはもうあれですね、引退してるんですよね。ほんで弟もおったんですけど、その辺の子供もなんか継がないんでしょうかね。もったいないですね。絶対当選できるのに、ほんまに。で昭恵夫人が山口4区でワンポイント出馬するのではないかと取り沙汰されています。過去前室政治部記者、ほんまだって話ですね。まあ出たら当選しますけど、自民党公認で当選するんですけど、それまた頭痛の種ちゃいますの、自民党の幹事長に。その時の幹事長誰か知らんけど、まあおとなしくしていただいたらいいんですけど、おとなしくするタイプじゃないでしょ。なんでいやいや、そもそも政治家っていうのは何をする職業なのか分かってらっしゃるのかなという気はしますよね。まあ、長い間政治家の奥さんやってらっしゃいますけどね、選挙とか積極的にお手伝いになってますよね。多分ね、そんなもうみんなは国民的に分かってることですけど、アッキーさんってね、ちょっと現実離れしてるわけじゃないですか。もう自分のお立場とかがですね、こう我々が見るアッキーはどうあるべきかというのとですね、アッキーさんが思ってる私はどうしたらいいのとか、そういう全然ずれてんのちゃうのという気はですね、だいぶあるわけですですね。そんな方がですね、まあ客観的に自分をね、あんまり見れなさそうな方がですね、一応ね、国民を代表するというか、山口4区を代表する、代議士って衆議院議員のことですね、衆議院議員になられるというのはですね、いかがなもんというか、安倍さんのね、確か選挙区下関ですよ。一昨年ぐらいにね、もっと前か、3年ぐらい前かな、下関連れて行っていただいたんですよね。とある不動産屋さんの慰安旅行でですね、そこの社長とですね、この時期今頃の飲んでたんですよ、どっかでね。ね、いやうちの会社今度ねって、社員旅行で下関と萩に行くんだよって言うから、いいですねそれとかって、あ一緒に来ていただけますかとか言われて、そんなあご足つきやん、行くやん、そんなん行きたいやん。ということで、ね、行ってきていました、下関に。行ったらね、やっぱ安倍さんのね、ポスターいっぱい貼ってある。ああ、やっぱり地元やなと思って。萩は違うけど、下関確か地元ですよね。
山口4区ですね、安倍さんでも別にあの総理大臣は務まらんでも普通の平野議員務まるでしょ。だから議員辞職することないんちゃいますの。またあの病気ようなるかも分かりませんやん。またようなったからまた総裁選挙とかで出てくるかも分かりませんやん。知らんけどさすがにそれはないやろうけどね。あのでも体調がね回復したらね外務大臣とかになってっていう話があるかも分からんでしょ。だって今麻生さん財務大臣やってるでしょ。あの重要閣僚ですからね、財務大臣、外務大臣、あと何やろ、外務大臣、内務大臣、外務大臣、財務大臣、あ、経産大臣あたりは重要閣僚なんで、別に総理経験者がやってもええやんということは思いますけどね。だから、あ、安倍さん、それはこれはね、こういう話があるんやったらやめたらあかんわ。それやめたらあかんわ。もうずっと頑張るな、命あるうちは。ね、ちゃんと後継決めなあかんわ、そんな。もう、アッキーワンリリーフって、もう危なかしてしゃあないやん、そんな。ワンポイントリリーフなんか知らんけど、一期はあるんでしょ。長け3年半ぐらいあるんですからね、あの、衆議院の任期で。うん、その間何をされるのか、今度はちゃんとお立場がありますから、お立場というか、個人的な身分がありますからね。今はただの総理夫人ですけどね。あの衆議院議員ってなったらそれはちゃんとですね秘書も雇わなあかんしですね、何でしょうね、国会にも出てですね、まあなかなか1年生議員に質問の機会は回ってこないんですけどもでもなんか晴れやかな舞台に出る可能性もありますしね。まあ安倍昭恵さんって超有名人ですからね、今の日本人知らない人ほぼいないわけですから、まあそういうこともあるんでね。でもそれにしてもやめ、いや、それやめた方がええわ、やめた方がええわはい、書いてありますよ。そうなっても森友桜問題を追及されることには変わりなく、にわかには信じがたいが、辞任表明の衝撃冷めやらぬ8月31日深夜、昭恵夫人は3ヶ月半ぶりに自身のフェイスブックを更新した。母校のものと思われる文集に寄せた文章の写真に添えて一部を引用し、自分が書いた文章を読み返し、世の中のために神様、私を存分にお使いください。いや、もう十分でございますわ。はい、僕神様ちゃうけど。と改めて祈ると綴っている。祈るのは夫の回復か、それとも自らの未来か。僕神様ちゃいますけども、結構でございます。あの存分にご存命を楽しみいただくのは結構でございますけど、あんまりこうね、あれですね、行動は現にお慎みいただきたいなという気はいたしますね。現にお慎みいただいて、言動もお控えいただいてですね、お仲間とねお酒を飲むのはええし、まあ、居酒屋の経営もまあしゃあないですけども、マイクのあるところではですね、あんまりね、あれです、とんがったことはおっしゃらない方がいいと思いますね。意外とね、ああ見えて夫婦仲いいみたいですからね、安倍さんね、意外ですけどね、でもまあこれで安倍さんもお辞めになるとですね、アッキーレス腱がですね、アッキーレス腱がなくなるわけであってですね、まあ、その点ではですね、少しホッとできるかもしれませんけど、桜とかはでもしつこく追求するかも分かりませんよ。あいつらしつこいからね、しょうもない問題なのにほんまに、ということでですね週刊ポスト面白い記事書くは2020年9月18日25日号合併。最近週刊誌ね、毎週出ないんですよだって出すことに赤字なんですね。でも出さざるを得ないから出してるわけなんですよ。だからですね、月に3回とかって言うてましたかね、まあまあそのうち2週に1回各週とかってなると思いますけど、まあね、申し訳ない、なんか申し訳ないで違いますけど、あれなんちゃうな、お気の毒ですね。出すたんびにね、ああやってお金もかけて手間暇かけてね、僕みたいなところでわざわざ電話かけてきてね、いろんなこと聞いてね、それまとめて書いてね、これでよろしいですかって、まああれまでしてね、チェックまで入れてきてね、ほんでやっとこさ作ってですね、作って出しても赤字といういやー、だからどんどん雑誌減っていきますよね。僕はあと5年経ったらね、今の雑誌半分ぐらいになってると思いますよ。
半分、うん、もっともっとなくなってるかな。僕らがよう知ってる雑誌もね、そのうち消えると思いますよ。だって出すごとに赤字やったらやってられへんでしょう。なんで僕ら昭和親父が消えたら消えると同時に消えるんで、まあ5年かなという感じ。まあ最後はどうでもいい話ですけど、ということで、神様はアッキーさんのお使いにならないと私は思いますという僕の独断でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。